1997年5月24日午後1時40分。おじいちゃんとこ行ってくるわ。ソファーの後ろの6畳間から純の声が聞こえました。寒いからジャンパー着ていきなさい。間もなくバタンとドアの閉まる音がして、純は家を出ていきました。純がまだ家に帰ってこないの。純が8時になっても帰ってこない。事の重大性はすぐに飲み込めました。放射線科の医師、長谷守さん。25年前、世間を震撼させた事件の被害者遺族になった。11歳の次男、純くんが殺された。この事件がなければ、おそらく普通に家族で年を経てっていう状況だったと思うんですけども、事件があったことによって、自身の、生活そのものというよりも、生き方そのものに大きな変化があったというふうには思います。本当に今日最後やから、タンク山に行ってみよう。チョコレート階段と呼ばれているタンク山の登り口を上がり始めました。実は純はその時すぐ近くにいたのでした。それから3日後の午前8時前、中学校で警察がテープで仕切りをしていると聞きました。何かあるかもしれないからすぐに行ってみたらどうですか。刑事さんは自分の首を指さしながら、首から上が見つかりましたと一言言いました。27日午前6時42分、中学校の管理員から警察に通報があった。男の子らしい頭が校門のところにある。目撃者の話から、純くんの頭部は午前5時10分から30分までの20分間に置かれていた。ちょっと待ってください。何か見つかったんですね。いや、ちょっと待ってください。早んどってください。現場捜査のあかんから。警察が今、捜索に当たっています。何か遺体の一部が見つかったのでしょうか。頭部が発見されてから8時間半後の午後3時2分、辰の山と呼ばれる純くんの自宅の裏山で残る胴体部分が見つかった。長谷さんの家には取材陣が殺到した。カメラの前に顔を出して答えるなど考えられなかった。本当に、ね、3日間、土曜日曜月曜かな、だから本当にこうもう必死で探し回って、ローソンで探し回って、で疲れ果てて、食べる食事もあまり喉通らん状況 でそれの状、そういう中でまた探しに行こうかっていう時に事件見つかってるんで、もう精神的肉体的には非常に悪い状況の時にその事件突入して、その上に取材構成が重なってるから、あの当時のことは本当思い出したくないというのが、本当のところです。遺族は警察の事情聴取を受けた。兵庫県警捜査一課の強行犯係長が被害者担当だった。当然大きな事件になれば、
第一発見者、目撃者、被害者と、これについてはとりあえず犯人ではないんですけど疑ってかかると、そして完全に白であれば白にしてしまうと。だから白にするためにやっぱり長谷さんにはちょっと嫌なことも聞いていかなあかんかったと、それがちょっと辛かったですね。ちょっと待って、その全部順番に取って、はい、4日の午前11時過ぎ、おかしな手紙を見つけて犯人のものと思われる可能性があるという判断をしまして、その日の午後にですね、兵庫県警の方に届け出ました。地元の神戸新聞社に犯人からの声明文が送りつけられた。本文は手書き、角張った文字で、透明な存在である僕を作り出した義務教育と義務教育を生み出した社会への復讐も忘れてはいないと、学校への恨みや警察への挑戦的な言葉が並んでいた。榊原生徒と名乗る犯人の情報は錯綜、報道も過熱した。そんな中、警察はマスコミの目を避け、14歳の少年に焦点を定めていた。でマスコミは30とか40とか他のね、男不審者を犯人に仕立てあげるんやか、犯人として追跡してましたね、マスコミ。だから違うことをやっとるなと思っとっただけで。早い時期にその少年の学校での問題行動を調べたのが少年課の係長だった。ちょうど私はその事件があった時は兵庫県警の少年課補導所に勤務しておりました。小さい事件を何ぼかしてやってましたんでね、ホラー映画のビデオの万引き、それから同級生に対する暴行傷害、事件にならないようないろんなことが全部こう頭入っとってもんですからね。あそこの家に神谷がおるからしょっちゅう行きよった。誰彼として純君はついていかないと、でついていくんであればあそこの子やという形でね、それプラスあとは学校なんかでも聞き込みなんかでいろんな変わった話が出てますよね。そういうやつを総合すると早い段階でこれではないかというのはね。任意同行で行かれた時のこと覚えていらっしゃいますか。また特捜の班長がですね、あなたはもうよう知っとってやろうけど、この男の子の家に行って任意同行してほしいというような指示がありましてですね。それで補導所ですけど、息子さんおりますか言ったら、あ、寝てますというようなことだったですね。それで何でしょうか、ちょっと用事あるんやけど言ったら、お母さんがまた家に入って息子を呼びに行ったというようなことですね。断られたらもう無理ですんですよ、任意同行やから。ほいで警察言うたらダメかもですね、補導所言うたからよかったかも。被疑者は神戸市須磨区居住の中学3年生 A 少年、本日朝から逮捕容疑は殺人と死体遺棄。顔見知りの純君に声をかけ首を絞めて殺害、切断した頭部を中学校の正門前に置いたというものだった。少年の健全育成を謳う少年法のため匿名での発表だった。残忍な犯行ですね、それから用意周到な計画、そして大胆な声明文の送りつけと、どれをとっても中学生にこんな犯罪ができるのかといったいうふうに思います。
それを明らかにするにはなぜこの中学生が淳君を殺害したのか、その動機を解明することが一番の近道と言えます。また目指すかでひどいことがあるっていうことは聞きますけど、まあ、私の子供の事件とはもう全然レベルが違うと思うので、守ってくれる、まあ、組織というかそれがないですからね、まあ、守ってくれるのは本当警察だけでしたから。